どうにも恥ずかしさが拭えないようなので、ここからはアフレコスタイルでお届けしていきます。イエーイ。この日はお休みだったので、以前住んでいたお家の近所にあった大好きなトースト屋さんへ足を伸ばしてみました。こんなに種類がたくさんあるの。こちらはレブロッソ木場公園前店さんです。今から注文をして出来上がったものを公園にテイクアウトして公園で食べようかなと思います。この壁大好き。はい、できました。イエイエイ。ということで公園まで歩いていきます。トントントン。これは信号待ちです。嬉しすぎてトントントン。さて、木場公園の隣にはですね、私の大好きな大好きな、かっこいい、こちら、ちょうどねお休みだったんですけどね、緊急事態宣言中なのでお休みだったんですが、東京都現代美術館があります。よく通いました。この無機質なね建物かっこいい。さあ、木場公園に到着。曇り空なんですけれども、ただね梅雨だったんで汗だらだらかきながら楽しいお散歩でしたよ。このね眺めがいいんですよ。お花もちょうどね咲いていてとっても可愛かったです。さあ、こちらの席に決めました。だんだん整ってまいりましたよ。トーストを食べる時間整ってまいりました。鎮座しておられます。はい、この眺めでいただきたいと思います。あー、かわいい。サンキューって書いてくれて嬉しいな。このボックスがまたいいですよね。丁寧に開けてください。出ました。ちょっと荒ぶってます。アマオのいちごジャムトースト。うわー、美味しそう。どうだ、見たか見たか。さあ、ここからは精神統一です。バックミュージックもありません。ちょっとね歩いた時にいちごが食べましたね。いちごがねドロンドロンになってるんですけどね、すごい顔で見てましたね。こっち一口が大きい。うん、美味しくてね揺れておりますね。本当に美味しかった。うんうん、うなずいております。間髪入れず行きました。ついてますね。あー、美味しい。あのですね、食べる時はですねやっぱり精神統一が必要で、なんならそうです、フルに味わってください。そうです、目をつぶるのがいいです。早いですね、飲み込むの。いいですね、味わってますね。そうです。こちら気にせずいいんですよ、召し上がってください。なんかね、後ろにお兄さんたちがいてね騒がしかったんですけれども、そんなことも気にせずもぐもぐもぐ。結構進みましたね。あー、だんだんこう名残惜しい時間に入ってきましたね。これは
吸い込みましたね今ね。そうです、遠い目をしています。味わってください。あー、終わってしまいますね。そう、噛み締めてください。味わって、ジャムをね、きっちりすくって最後の一口いただきます。あー、美味しい、本当に最高ですね。トースト最高です。うん、ごちそうさまでした。本日も美味しくいただきました。本当にもうトースト大好きなんですよ。でまたね、お家じゃなくて外で食べるのがね、格別に美味しいです。最近気をつけてるのは、自分のご機嫌は自分で取りましょうということなんですけれども、もうこれまさにご機嫌取り、一番のご機嫌取りです。こんなことでいいんですよ。みんなでご機嫌になって過ごしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。